球温暖化、海洋プラスチックによる環境汚染、ゴミの排出量増加、我々人類が直面しているこれらの環境問題は日に日に深刻化している。安藤研究室ではこの地球規模の課題解決に向け、バイオマス由来材料の有効利用、バイオプラスチックの合成複合化、炭素材料の環境材料への応用、廃棄物のアップグレードリサイクルをキーワードに日々研究に励んでいる。この動画ではそんな安藤研究室の全貌を皆様にお伝えします。それでは早速、安藤研究室バーチャルツアーへと出発しましょう。安藤研究室バーチャルツアーへようこそ。このエピソード1では安藤研究室で取り組んでいる研究内容について、国外の大学や国内企業との連携も踏まえて紹介いたします。それでは早速参りましょう。はい、皆さんこんにちは。安藤研究室へようこそ。この研究室では環境をキーワードに資源循環型社会を作るために低炭素の材料を作っています。でキーワードは、木質バイオマス、そしてセルロース、そして、バイオチャー生物炭、そしてグラフェン、あとバイオプラスチックという5つのキーワードがあります。でその中でも、セルロースですけども、木質バイオマスから抽出される材料になります。木質バイオマスは皆さんがよく知っている木だったり竹、身の回りにたくさんあります。でセルロースはその中から抽出できますけども、世界一不損量の高い材料として、知られていますが、十分に利用されてはいません。このセルロースを使って例えば石油由来のプラスチックの代わりに使えるようにするとか、セルロースが、従来の材料に置き換わるような、そんな材料の開発を目指して研究をしています。もう一つが、グラフェンや生物炭などの炭素材料です。炭素材料は電気を通したり、あと熱を、通したりしますが、生物炭、バイオチャーには、例えば活性炭などのように吸着を、ガスの吸着をしたりだとか、例えば汚染物質の吸着などをする機能性があります。でそういう機能性を高めてあげる、そういうことを研究していますし、またグラフェン、これは、材料として利用するっていうのは非常に、難しい。なぜなら、そのグラフェンの表面というのは非常に、他の材料と馴染みにくい性質を持っています。その表面の性質を変えてあげることで、他の材料に混ぜて電気を通す材料にしたり、あと熱を通す材料にしたりという研究を行っています。あとバイオプラスチックに関しては、皆さんよく知っているようにポリ乳酸だったりとか、あとデンプン、そういったものを、普通のプラスチックのように使えるように、他の材料と組み合わせて強化したり、あとその材料が使った後処理できるように微生物で分解するような、機構メカニズムをデザインしたり、そういうことを考えながら、循環型社会を作るための材料、環境とともに、使える材料、環境共生材料として、開発を行っています。ぜひ皆さんも、
私の研究室に来て一緒に研究をしましょう。安藤研究室では海外の大学との交流や国内企業との連携も活発です。ここでは現在共同研究を行っている大学や企業、または過去に学生の派遣や受け入れなど交流のある大学を紹介いたします。まずはじめに最も多くの連携校があるマレーシアからです。マレーシアにはマレーシアプトラ大学、マラ工科大学など安藤研究室と交流のある大学がたくさんあります。現在安藤研究室にもマレーシアの大学からの留学生が多く在籍しています。またジャストの短期派遣プログラム等を利用してこれらの大学から安藤研究室へと学生が研究をしにやってくるということも頻繁にあります。そのため学生同士の交流も活発です。続いて皆さんご存知のケバブやカッパドキアなどで有名なトルコです。トルコにあるコンヤ工科大学とは共同研究を行っており、トルコ産業の廃棄物である大理石の加工くず、オリーブオイルの搾油カスを利用した環境共生機能材料の開発を行っております。この他にも台湾の国立台湾科技大学やタイのタマサート大学、オーストラリアのマードック大学など多くの大学との交流があります。続いて企業との共同研究についてです。安藤研究室では多くの企業と共同研究を行っており、新たな材料の開発や製品化に向けて親密な連携を行っています。学生にとっては共同研究に従事することで企業に関する知識や企業の方々の前での成果報告、定期ミーティングへの参加など貴重な経験を積むことができます。いかがだったでしょうか。安藤研究室で取り組んでいる研究の内容やどういった機関との連携が行われているのか、少しでもご理解いただき興味を持っていただけたら幸いです。また安藤研究室に関してもっと詳しく知りたいと思った方はぜひ安藤研究室までご連絡ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。